ア・リーグ交流戦鬼門カード一発。交流戦とかにするか芸名をしゃぶり尽くしてるな。 FA 階段でやってますから。モンデンさんもうちょっと時代は変わったんですよ。あのパ・リーグもうかうかできない。ねえ、ということで今回はパリーグの球団にとって鬼門カードはここですよっていう。ああ、いやそうか。うん、ありますよ、しっかり。5番とかないんじゃないか。ああ、ちょっとそこら辺もね、見ていきましょうか。じゃあロッテ。ロッテ、ロッテはね、通算202勝173敗、うん、勝率5割3分9厘と。いいね。近年2年も調子いいですよ。一番ね、勝率が悪いのは阪神タイガース、うん、なんですけども、まあ阪神タイガースは2カード目でね、やりました。まあやっぱりちょっと1戦目の戦いとか見てるとね、取りきれないっていうね、ちょっとどこかしら苦手意識があるのかなっていうのはありましたけど、じゃあこっからのね、鬼門カードあるのかいと、うん、見たらね、まんべんないんですよ、他の球団も、うん、2勝1敗の年は次の年は1勝2敗2敗とか、うん、なんですけど、中日ね、おととし2勝0敗、去年3勝0敗、落としてないんですよ。こうなるとロッテは首位固めするには、こういうカードは取りこぼせないよねということで、今回の鬼門は5カード目の中日戦と、いうことですね。これはね、実は中日編のね、鬼門カードでもやったんですよ。中日は苦手だからね、ロッテ。だから逆にロッテは得意だから、落とせないっていう、うん。これ5カード目ね、だからロッテは裏ロッテ。西野、メルセデス、カスティーヨ。で、中日は福谷、涌井、柳というあたりでね、投げ合いになるんですけども、これメヒア投手取りましたよ、中日、うんうん、もしかしたら5カード目あたりに間に合えば、あーもう来るか、間に合えばもしかしたらね、いきなり、まあ、大事取る可能性ありますけどね、うん、まあロッテ目線で言うとね、やっぱり柳投手しんどいよ。そうだね。ただ柳投手ね、弱点見つけました。ちょっと中日いいかな、言っても右の被打率に比べて左の被打率がね、0割4分ぐらい高いんですよ。2割9分4厘なんですよ、左だと。なのでこの柳投手の試合はちょっと左集めに打線組んでね、これ2勝1敗最悪でも2勝1敗いきたいね、ロッテは。まあね、例年の星考えたら、うん、なのでまあこういう取りこぼせないなっていうチームもあるっていうね。続いてオリックス。オリックス、通算193勝186敗、勝率5割0分9厘というところなんですけども、一番ね苦手にしてるのは中日なんですよ。そうそう、やるな、やるのよ中日。ただね、今回の鬼門カードは違いますよ。ほう、これ無視したら嘘になる。5カード目の話ですよ。そうね、これは、去年スイープされてます。あ、なので今年は是が非でも勝ち越したい阪神はね。矢野さんの最後っぺ、泣く子も黙るローテ。オリックス山本、田島、山下。頼むよと。ただタイガースも負けてないよ。村上、西、勇気、伊藤と。なんでどっちの料理所みたいなこと言ってんの。本当にね、これは最強の投手戦よ、ね、すごいね、それは。まあオリックスの戦い方としては、うん、西武が阪神に勝ち越しましたよ、うん、やっぱりああいうゲーム展開我慢してね、中押しでちょっと追加点取って相手の気持ちを削いでいくっていうような展開でね、2勝あげたい。だまずやっぱり1試合目の山本投手は絶対取りたいんですよ、これも絶対だよ。ごめんなさい、経験者なんですけど、はい、打てないです。じゃあ大丈夫、オリックスマジで地獄です、あんなの。なのでオリックスの大事なのは5カード目の1試合目、当然山本投手、ね、村上投手の投げ合いですけど、もう大エースよ、村上さん。これはちょっと援護してあげて、3点取れば勝ってますから、序盤で。3点な、序盤でね、中盤までになんとかそういうゲーム展開に持っていきたい。続いてはソフトバンク。ソフトバンク、通算228勝144敗、勝率6割13厘。すごいねー。バケモンですよ。これも勝率が一番悪いのはですね、中日なんですよ。なん、バンテリンかな。あ、かもしんないですね、広い球場で。多分な、ね、ただね、今回の鬼門カードは違います。2年連続スイープされてる球団があるんですよ、この近年。ヤクルトスワローズですね。あ、交流戦の覇者としては、俺はもうこんな状態続くわけにいかないよと。確かにな、いや、ヤクルトこれ日本シリーズ行ったら全然戦ってくれんじゃねって思ったもんね。そう、ソフトバンク相手でもね、うん、そう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 。なので5カード目なんですよ、これ。ソフトバンクは大関投手、東山投手、ガンケル投手ですよね、うんうん、対するヤクルトは、誰だろうな、トモチン来るかな。あ、上がってきそうだね、でも。そうだね、うん、あとサイスニード投手、うん、っていうローテで来るかなっていう感じなんで、うん、5カード目は神宮なんですよ。花火大会ってことね。あ、花火大会になり得る、早めのね、ね、なのでまあこれもやっぱ
っぱりね取れる大関投手とかで1戦目ね取って、あとはここまでにやっぱりだけこちらも打線の調子上げれるかっていうとこだね。取ってる段階ではねヤクルトがね楽天からねなんかきっかけもらってるような、いやそういう感じがするからね、うん、なのでまあこれは非常に楽しみなソフトバンクヤクルトはね注目ですよ、うん、続いて日本ハム通算201勝178敗、うん、勝率5割3分ですけども、うん、一番勝率が悪いのは巨人、ただまあ巨人はもう通過止めで終わりまして、うん、あこれ苦手にしてる球団はねもう阪神タイガース近年2年連続スイープされてます。トラトキツね、あトラトキツ相性悪いんだよ近年ね。でこれ当たるのはね4カード目、うん、日本ハムの予想ローテは鈴木、伊藤、北山、対する阪神は大竹、才木と、これは大竹投手がパ・リーグ相手でも関係ないっていうのはちょっと第2カードで見せつけましたから、いいんだよいいんだよね、うん、なのでまあこの日本ハムとしては、まあ、エスコンでやれますから、うん、やっぱり足絡めて、うん、若いピッチャー才木投手が若いですから、うん、ちょっと揺さぶりたいねと、なんとか接戦を取っていきたいっていう感じで、うん、これ勝ち越せたらね大きいんで阪神ね、うんうん、日本ハムはまあそういう地元の利を生かした野球ができるかどうかっていう感じかな、うん、続いて西武、通算193勝186敗、勝率5割0分9厘、勝率が一番悪いのは巨人なんですけども、うん、今回はね、高近年2年で去年スイープされてるやっぱりヤクルトだな、いや調子よかったからね、西武とヤクルトが当たるのは4カード目なんですよね、うん、あこれねちょ前回のセリフ編でね5カード目でちょっとローテが出てたんで、ああそうそう、その訂正も含めて、うん、4カード目の予想ローテは西武が高橋光成、平選手、松本投手、これねガッとね中5日でね俺寄せる気がするのよ、なのでこの3人と、うん、ヤクルトは吉村選手、ピーターズ選手、小澤選手あたりかなと。ピーターズ選手はねいいよね、ピーターズ選手よかったね、なのでまあ2戦目はね平選手とピーターズ選手の投げ合いが予想されるんで、あらやっぱりこういうとこ取りたいよねと、ピーラーとピーラーね なので西武の注目カードは、4カード目の第2戦、うん、こういう投げ合いを取って、うん勢いつきたい、最後は楽天、楽天通算182勝203敗、勝率4割7分3厘と、うん、一番苦手なのは巨人ですね通算、うん、ただね巨人はクリアしてるんで最近はね、うん、ほぼほぼ全球団クリアしてる、多分最初の方の成績悪すぎてこういう成績なんだけど、まあね、一番大事なのはカープ戦かなと。5カード目ね、お前俺3達するって言ったんだよ一昨年3勝0敗去年2勝1敗と、そうなんだよこういう相手にこういう状態だからこそ勝っときたいねっていうね、これが本当の赤だって言われてるような気がしたもんねユニフォームの色、楽天は則本、田中、松井いいんだよね、うん、で、広島は大瀬良、栗、コルニアル、広島もいいんですよ、これはね天王山ですよ、できれば栗選手を3連投ダメかね、ルール上いけるだろルール上はいけますよね、7回まで全然ルール上はいけますあとだっけ第3戦ふわふわしてるところは辰巳投手だけ辰巳選手に辰巳を攻めたいねなのでこれはね両チームとも、うん、取りたいカードそうだねそうだねおになってるんで、そういう意味で激アツなカードかなという感じがしますよ、うん、なので後半ねこうやってパ・リーグにも鬼門カードがありますんで、うん、まあ阪神ヤクルトとか多いんだけどね、そういうところに表ローテぶつけてきてる感じもする、去年ちょっとやられたところに、うんうん、ローテ見てるとね、まあね、うん、重要っていうのは分かってんだよな、そうだね、やっぱスイーパーされちゃいけないって、ね、あ、絶対ダメ絶対、うん、交流戦ダメですよ去年バンバンやられてダメダメ、去年の話、去年あ、そうだね、これ絶対ダメなんですよ、はい、ということで交流戦も後半に差し掛かってきますが、カイラさんが鬼門カード、探してくれました、はい、皆様のコメントお待ちしております、また勝負しましょう、ありがとうございました、あした壁出してくれ、お、どうしよう、ハープ苦手にしてるとこ本当ないのいつかないな。アイカンはフェドローに輝く。語呂ある。チャンネル登録お願いします。